当に事実が知らされてないんですよね、うん、そうですよね。で私はちょっと希望を感じたのはね、そのことをやっぱりねみんなバカじゃないから気がついてるわけですよ、うんうんうん、自分たちはちゃんとしたことを知らされてないんじゃないか、はいはいはい、私はタクシーに乗るたびに、うん、最も一位の人たちですよね、うんうん、でそういう人たちにこういろいろと話を聞くんですけれども、みんなねちょっと前まではね韓国人って胃の中の蛙みたいなところがあって、うん、世界を知らないのに自分たちが世界一だと平気で思ってる人たちだったんですよね、そうですね、一昔前はね、うんうんうん、でもね最近はちょっと違ってきて、まあ、日韓の問題について提起するとね、とりあえず不愉快だから私をガーッと上からねこう潰そうとしたんですけれども、うん、ものすごくね耳を傾けるんですよ、うん、そしてそのホワイト国のね規制の問題なんかにしても、実はその、防衛上の問題があって、うん、行方不明になっている復活水素なんかがたくさんあるから、うん、それの問題にしているんだよって言うとね、うん、もう本当に驚いてね、うん、そんなことは知らなかったって言って、うん、でまあ10人の方に話を聞くと、うん、そうですね、2割がドムヒョン、ムンジェイン・ライさんで、うん、2割ぐらいがもうね、あれは死刑だろみたいな、ね、であとは、まあ、中道といえども、うん、非常に不信感を現政府に対して持っていて、うん、それでまたね、幾度に言うのが政治家に対する不信ですね。あ、そうですね、うん、みんな自分のためにやってるんだろうと、うん、自分の選挙と票のためにやってるんだっていうことを、そうですよね、うん、その上でこの間 の向こうの 法務大臣法相の問題とかみたいに出てきて、うん、その上に自分たちだけなんか特権のようにいいことを、うん、甘い汁を吸ってるじゃないかみたいな、特別になんかいいことや例えば裏口入学とかね、うん、そういうのやってるじゃないかっていうことが表に出るとすごいわーってなっちゃうわけですよね、うんうん、でもなんかじゃ自分の息子を裏口入学してあげるよって言ったらホイホイってやるらしいんですけど、ね、そうね、だからねなんていうのかな、日本人が善悪というものが基本になっているとすると、うん、やっぱり仏教国だと思うんですね、はいはい、日本人のモラルっていうか道徳感は、うん、で韓国はやっぱり儒教の国ですから、やはりね損得とかの方が大事なんですよね、うんうん、あ、なるほどね、うん、そっちの方が勝っちゃう、うんうんうん、っていうそういう中でずっと戦ってこられて、ね、一番最後にこれ黒田さんというね、はい、産経新聞 のもう非常に有名な、はい、ね、はい、の解説がありまして、私もここは最初に呼ばせていただいて、ね、本当になんか反日団体はなぜ彼女を標的にしたのかっていうタイトルであったんですけど、ね、どちらかというとやっぱりもう黒田久美さんといえばもう日本と韓国の架け橋になってっていうようなことで、日本でもそれは非常にその活動は有名でしたし、特に日韓共催だったワールドカップのところなんかも、はい、もうそういうのもね、うん、象徴的な存在でいらっしゃったし、でもう韓国でもそういう形でだいぶ知れ渡っていらっしゃったのに、そんな例えば杉田水脈が言ってそんなこと言ったら多分反感買うと思うんですけど、韓国に行ってやろうとすれば、でも そうじゃない久美さんがやっていらっしゃることに対してもやっぱり私たちに対してやるのと同じように徹底的に叩いたっていうのが、まあ、すごい衝撃だったなと思ったんですけどね、まあね韓国の犬だろうみたいなね、日本の人たちはそうやって言ってる、ね、そうそう人もいましたからね、言われましたけれども、うん、私は当初から実は是々非々なんですよ、うんうん、いいことはいいしおかしいことはおかしいと、はいはい、でそもそもがその日本の中でのね、いわれのない差別みたいなことっておかしいじゃないかと、うんうん、私たちは、まあ、私がこんなことを始めたのは韓国の報道に手を染めたのは35年も前でしたから、はいはい、その頃って韓国の情報なんてもう全然なかった時代でしたね。そうですよね。で、その中でその差別感みたいなものが先行していたということが残念で、うん、まずは知ってからものを言おうよというところで、自分が、うん、まあ韓国の文化なり何なりを伝えることから始めたんですね、うん、ところが今やそのだから子どもの教育もそうでね、うん、その当時私がよく言っていたのはやっぱり何にも知らない子どもにね、うん、その
色眼鏡かけさせてね、はい、差別感を植え付けちゃダメなんだというね、うん、それ日本の人たちに向かって言ってたことが、うん、今度反対になってるわけですよ ね、 そうですよね。韓国の方でですね、うん、教育を通して、うん、まあこうおかしな教育がなされてるわけですね、うん、事実にを教えないというような ね、うん、そうですね、事実を教えてないというね、その最たるものがやっぱりあの版画の奇跡というものがね、はいはいはい、教科書から取り除かれるということですけれどもね、うん、このことを一つをよく考えてみても、うん、あの韓国の人たちは自分の歴史がどういうものだったのかということを、うん、あの深く探るテーマになると思うんですよね。そうですよね。まあ、そういうふうな活動をあのずっとしてこられて、ちょっとこれから話題を変えてなんですけれども、はい、あのその神戸、さっき神戸のホテルで泊まった人っていうのを聞いて、はい、ああ神戸にやっぱりご縁があるのかなと思って、そうですね、まあ、私も神戸生まれの神戸育ちで神戸出身なんですけれども、でやっぱり阪神淡路大震災、そこから あの復興っていう中でですね、あの私から見てすごく、例えばもう福美さんはあの永田とか、うん、あの辺りのところを一生懸命、はい、あの支援をしてくださってっていうような印象がありましたし、あのさっき言ったあの日韓共催のワールドカップの時は、実はあれ神戸でもあのウィングスタジアムでですね、あのサッカーワールドカップの試合が行われてっていう、そういうふうな時にすごくこう動いてくださったっていう印象があるんですけれども、そのあたり、あと NHK の連続テレビも、あ、何でしたか、朝の若葉、若葉、はいはいはい、にも出演していらっしゃって、ね、あれも震災復興からのお話ですよね。そうなんですね、はい、もう震災から24年経っていますけれども、うん、これが実はね、その頑張ってます神戸って言って、私がその時にあの被災地から物を買おうっていうことの、うん、を始めたんですね、はいはい、今でこそネットを通してあの被災地から物を買って支援するっていうことは普通に行われてますけど、多分これがあの雛形になったんじゃないかなというふうに思います、うんうん、やっぱりあの震災から立ち直るっていうことは生活が立ち直るっていうことであり、 そしてそれは取りも直さず自分の仕事を再建することだったんですよね、うんうん、それであの永田商店街っていう、はい、神社前商店街っていうところがあるんですけど、うん、そこにはあの老舗がたくさんあったんで、はいはい、そこのお肉だとかお饅頭だとか、うん、佃煮だとかそういうものを一軒一軒ですね、はい、あの取材して、はいはい、これをまたあの黒田清さんというあの大阪の産経の社会部だった方がですね、はい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 、取り上げてくださって、でちょうどあの清さんはあのワイドスクランブルっていう番組を持ってらっしゃった、はいはいはい、そこで取り上げてくださったもんですから、そうなんですね、日本全国からこのカタログに対して注文がある、あ、すごい、もう本当にあの、うん、この永田が蘇ったで、ただお金が回って注文が来てよかったんでだけじゃなくて、当時はファックスでしたからね、そこにねこう頑張ってくださいとかね、そういうことでもう力を得るっていうことが起きたんですね。でお店の人たちも通販っていうのはピンと来ないっていうね、だって普通の商店街ですからね、けれどもこの、あの販売を通してあの最高の対面販売だったと、要するにこの心の内面まで触れ合うような、はいはい、 ね、そんなあの思いをさせていただいたというふうに、それってもう今でいうところ の、 あのふるさと納税とかの非常に元になっている考え方なんじゃないかなっていうところもありますし、あの地域活性化の元になったんじゃないかなっていうふうにも思いますし、またあのね、今こういろんなところで災害が起きるじゃないですか。そうなんですよ。で、去年は北海道で震災が起きましたし、うん、それから西日本の豪雨があって、うん、大阪も震災があってっていうようなことがあって、今年はもうまた豪雨がこれ関東地方から、それから実はあのこの間の台風19号の被害なんかはあの東日本大震災よりも被災地域が大きいっていうぐらい深刻な問題になっているので、やっぱりそこをどのように立て直していくか、この間あの我々政府の方もですね、あの緊急支援のそういうのの閣議決定がなされたところでありますけれども、はい、そこのところにおいてなんか非常にあのこの当時の取り組みが私ヒントになることがあるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。はい、うん、あの実はねこれ個人であの本当に後ろ見るとね、後世からこんな若い私の
はい、あのこういうところから、まあ、あの俳優のネットワークを使って、うん、あの企業にあの、まあ、広告料をいただいて、はい、本当にこのなるべく軽い紙で当時ね、うん、これを送るのに90円だったんですよ、はいはい、1万部だと90万円、はいはい、こういうようなことが大変だった時代だったんですけどね、うん、そうですよね。あの、まあまあ、個人だからこのような形になったんですけど、うん、これ何年も個人でやれないんですね。そうですよ、そりゃそうですよ、それでそのこの永田地域があの近くの公設市場とか、うん、あの他の商業地域と力を合わせて3つの商業地域が連帯して、うん、そしてそのこういう同じカタログを自分たちの力で作ろうって言って頑張っていったんですね。ところがこれは行政っておかしくて、うん、そういう行政がお金を出すと金額載せちゃいけないって言うんですよ。ああ、なるほど、おかしいなそれ。それでだからね、同じ当時はまだそういう考え方だったんでしょうね、同じ半径でね、うん、同じものを作って片方には金額が載ってると、うん、そういうものを作らざるを得なかったんですよ。でそんなことをして、まあ、何年かここが自主的に頑張ったんですけど、うん、それをやっているうちにですね、この、 あのお店のお豆腐屋さんで南波さんっていう、はい、あの、はい、彼がいるんですけれども、はい、あのこのね、あのため点カードというねポイントカードをね、はい、この3つの業態で作ったんですね、うん、はい、で今でこそそのポイントカードって普通の時代になったけれども、ね、まだこの時ってね、ポイントカードそれほどでもなかったんですよ。ことにそのさまざまな業態が、うん、あの連帯して1枚で使えるっていうのはね、はい、少なかったんですけれども、うん、あのそれを頑張りまして作ったんですね、はいはい、でこの、 あのカードの面白いことはですね、普通にポイントだったら例えば2350円だったら、うん、23点はついても50円は 0.5 ポイントで切り捨てちゃうわけですよね。でこのもちろんポイントカードとして普通に使えるんだけど、うん、みんなが捨てちゃった少数点以下を集めておいて、はいはい、そして自分たちの任意団体に寄付するというシステムを作ったんですよ、うん、はい、それがね、ため点カード永田っていうものなんですけどね、うん、これなんですけど、これがね、あの最初にこれに加入するときだから普通 の、 あのカードとしても、うん、あの今私たちがポイントカードとして使っているように使うこともできて、はい、でまたその端数は数でですね、はい、あのいろいろな地域の例えば婦人会とか、うん、PTA とか、うん、防災センターとか消防団とか、うん、あの NPO 法人とか、はい、ボランティアグループとかに、うん、自分が任意のところここにあげたいんだって決めたら、はい、その残ったものを集めてそこに寄付することができるという、うん、その地域がみんなそれに参加したんですね、うん、そうなんですか。そして年に一遍その 0.、ね、あの少数点以下のを貯めてその授与式をやるというね、うん、で私これを見た時にあのこれからね日本のどこでどんな災害が起こるかわからないからこの皆さんの善意っていうものをね、うん、あのベルマークなんか貼ったりしてる場合じゃないですよ、はいはい、確かに。だからあのこういうことをね全国でやれないかというふうに思ったんですね、うんうん、でも、まあ、ずっとなかなかねこれがうまくいかなくていろんなところに私も陳情を試みたんですけれども、はいはいはい、でもなかなかねあの取り上げていただけなかったんですけれどもこれはあの本当にこのまさかねあの神戸の震災の後にこんなひどい災害なんてもう起こらないと思ったじゃないですか。そうですよね、本当そうですよね。でだけどその数年後に新潟が起きてね、うん、あの東日本が起きてでこれだけの台風やねいろいろな災害が起きて、うん、まだ見ぬ災害のためにみんなが全員を負担なく集めることができるシステムになるんじゃないかと。そうですよね、ええ、いやだから今普通にもう T ポイントだとかなんかポンタポイントとかいろんなポイントがあって、はい、それぞれのポイントカードがあるんですけれどもそれで当然あの我々もそのポイントカードもうあれ結構すぐ来るんですよね、うん、いついつになったら何ポイントが失効しますか、うん、からかんたら来たら、はい、もうそれ全部私はまとめて、うん、あの被災地のところにこれは、うん、あの例えば熊本の震災にとかっていう形、うん、あのあとなんとか東西日本豪雨にとかみたいな形でポン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 ってするんですけれども、うん、もうなんかそれの原点でもあるしもう一個言えばその端数を貯めといてっていうのはこれまた新しい発想ですよね。そうなんですよ、新しい発想ですよね、うん、本当にそれでねあのこ の、 あの頑張ってます神戸 の、 あの、うん、通販のシステムもですね、うん、これあの編集者と一緒に作りながらですね
俺あのやっぱりねあの寄付って気恥ずかしくてできないんだよって、うん、でもこれだったらできるって、うん、男の人って意外とねその偽善的だっていう、ね、抵抗感がすごくあるらしいんですよ。そうですよね。でもそのなんかそういうことやるのは照れくさいっていうね、うん、しかしこのポイントカードだったら、うん、そういう趣旨だったら、うん、その端数と言わず全部あげるわっていう人だって出てくるんじゃないか、はい、そうそう男の人たちだってね、うん、何の負担もなくね、うん、そのお金をあのポイントを貯めることに協力していただけるんじゃないかと思います。そうですよね。いやまだまだね、うん、それこそカード使ってあの T ポイントとかも貯めますけど、うん、貯めたのを使うのの使い方が十分に私はまだしてないと思うんですよ。自分自身もそうだし、結構私よりも上の年代の人たちってってポイントをあの知らない間にどん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 なくなっていっちゃって、うん、失効していっちゃってる人たちって多いと思うので、もうそういうのはもうあの私はそういう失効するポイントはここに寄付しますよみたいなね、うん、あのそうなってるんですよね。このスタッチみたいな形で、うんうん、私は気づいたらやってますけど、自動的にやるシステムがあれば結構集まるんじゃないかなと思います。そうなんですよね、うんうん、できると思いますよ、うん、それとほらあのマイナンバーと連動してやったりすれば、さまざまなカードのそういうものを集めることもできるんじゃないかなと思ったりして、何よりもねこのあんなこんな未曽有のって思った永田から始まったアイディアが ね、うん、そうですね、これが生きたら本当にねあの永田はね被災してね、うん、それを何かこう形にして残すことができると思うんですよ。そうですよね、永田のお豆腐屋さんが考えた貯めてみカード、はい、すごいですね。いや私神戸に住んでた、じゃあどうしたの、隣の兵庫区に住んでたんですけどね、大体この辺りのこれ全部わかりますよ。あそうですか、うん、これ載ってるね、あの神戸の老舗とか全部、ね、そう結構有名店なんですよね、はい、有名店がいっぱいありますよね。はい、あの、うん、すごく麗しかったのはね、そのあるお肉屋さんが神戸コロッケをね、うん、こうあの作っこういうふうに製品化してね、はいはい、あのお届けするわけですよね、うん、それを受け取った北海道の農家の方が、うん、うちのじゃがいもを使ってくださいって言ってじゃがいもを送ってくださったんです。あ、そうなんですか。それがリレーションになってここのね、あのお肉屋さんはずっとその北海道のところからねじゃがいもを取り寄せてるとか、まあ、やっぱり人間ってこうすごくねあの大型店舗ができてね、うん、便利になっても心と心がつながっていくっていうことがすごく大切なんだなと思うんですよね。そうですよね。でこの中のお茶屋さんなんかは、うん、あのやっぱりあのある企業の方がねお中元お歳暮のお使い物を全部そこから、うん、あのやってくださったりとか、またこの永田の黒猫大和さんはこの荷物に関しては割引でね、はい、あのやってくださったりとか、はい、吉井久蔵さんも、あ本当だ、頑張れ神戸で、はい、黒猫が、はい、もう頑張るっていうので、そうなんですよ、ね、わざわざねこの黒猫さんもこの、あのカタログのために半下を作ってくださって、で、あの吉さんってすごくボランタリティなことをね、うん、人知れずなさってる方なんですよ、はいはい、でこういうふうにすればね、なんかこうあのその企業もあのイメージがアップするし、そうですよね、必ず私が条件をつけたのは、うん、あのそれを宣伝してらっしゃるタレントの方の半下をくれっていうこと、うんうん、そうするとみんながねあのこうこれに加担している、はいはい、応援しているっていう顔が見えてくるんですよね。そうですね。いやでも確かに神戸は本当にいろんな方々の善意であの復興していったっていうすごく思うし、あの今でも被災地を見てると被災地の方々って一番あの寂しいのはそれが忘れ去られてしまう、うん、まだまだ先ほど最初あの久美さんおっしゃったように生活が再建して初めて再建したということになるんですけれども、まだ生活の再建ができていない道半ばなのにみんなから忘れられてしまうっていうことが一番辛いことであるっていう、ね、あのまだまだ本当に東日本なんかももう何年も経ちましたけれども道半ばだし、あの例えばこれだけあの災害が多いとですね、新しいのが起きちゃうともう去年の被災地のことを皆さん忘れてしまうっていうようなことがあるので、あのそういったところにも私たちしっかりあの応援してますよっていうようなことでですね、あのどん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 支援していけるようなあの、ね、システムを作っていければいいんじゃないかなとか、あ杉原さん知ってる、本当に何のこっちゃ、まだ見ぬ災害のために退避するっていうことがね、大事なんじゃないかなと思うんですよね。本
当にそういったあのことも含めてまだまだこれからも黒田福美さんと一緒にいろいろできることがあれば頑張ってまいりたいなというふうに思っておりますので、ありがとうございます、はい、どうぞよろしくこちらこそもどうぞよろしくお願いします、はい、やっぱりあのこの本のタイトルじゃないですけど、うん、それでも私は諦めない、この諦めない気持ちでいればね、またこうやって美穂さんともご縁ができて、うん、もしかしたらこのね、ためてんカードにも光を当てていただけるかなと期待しております。そうですね、ちょっとこれいろんなところで提案していってみたいなというふうに思いますので、この番組をご覧の皆様も応援していただければなというふうに思います。ありがとうございます。今日本当に貴重な時間、はい、わざわざお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。夢のようでした。いやいや、私もなんかすごい将来に向けて希望を持ちましたねえ、ありがとうございます。全然関係ない話だけど、はい、さっき若葉でお母さん役やっていらっしゃって、はい、息子さん役は、うん、ハリケンジャーのクワガライジャーですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。うん、なるほど、うん、あの子は在日なんですよね。そう、うん、在日だけどもっていうことでもう本名で役者活動をやっていらっしゃる。とても NHK の時にはね、うん、それを止められてなんか日本名で出たんですよ、うん、で なんでね本名で出ればいいのにって言ってたんですけど、裏にはそういうことがあったみたいね。でも、うん、ハリケンちゃんの時は、うんうん、だから結局 NHK の朝じゃないからね。あ、そっか、うん、それでですよね、うん、結構有名な俳優さんでツイッターフォローしてますが、まだ会ったことないですけど、はい、素敵な子です、ね、そうですよね、うん、今もう舞台でずっと向かってしてらっしゃるみたいですよね。うん、そういう感じで最後特撮話で締めてしまいましたこんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。今日本当にどうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。